どうもひろかです。ついにやってきたメイカブー誕生祭。試合は前半までしか覚えてないけど、相変わらずとどろきのスタグルと企画には脱帽でした。はい、本日は川崎戦でございます。こちら誕生祭ですね。やってきましたね。なんとこの大きなカブさんを迎え入れまして、うちの中で一番でっかいんですけれども、こんな感じで誕生祭家でもやっておりますが、今日はまずちょっと軽くランニングをしてから川崎の方に向かいたいと思います。到着しました。本日なんですけれども、肉フェスとかもやってて、非常に人がにぎわっております。今日はね、陸前高田のいろいろコラボしているみたいで、多分お店とかイベントもたくさんあるようなので、キックオフまで2時間楽しみ尽くしたいと思います。久しぶりのとどろき、イエーイ。スタグルがね、本当にたくさんあって好きなんですよね、とどろきは。ブッダ店、あ、やばい、アイスもあるな。これデザートだな。海鮮とかもありますね。美味しそうだな。もあります。わー、美味しそう。超お腹空いてて悩むな。いつもここのタコライスにしてしまいます。一回ついてってみる。並んだんだけど、お母様もちょっと、1回列離脱しちゃったので、あそこは後で買うとして、どうしよう。なんか陸前高田の方のやつをいろいろちょっと小腹を満たすために買おうかな。はい、うわ、サンマメンチだと、あーやばいな。味噌フランク醤油富士通にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日何の見つけてしまった、やばい。ワインだと、コーディジュースというものをいただきます。残念ながらワインカクテルがもう販売しちゃってて、一旦ね、いきなりアルコールはまずいので普通に。あ、やばい、めっちゃうまい。もうなんか何が入ってるかわかんないけど、なんだろうこれ。え、リンゴっぽい味がする。全部先ほどの、味噌汁と味噌フランクを買いました。うん、まっ。うん、おいしい。柔らかい。うまい。最高だ。本当にかわいい。どうしよう。かわいい、超おいしそう。ちゃんとメカブと、あとなんかお団子、玄米団子的なものが入っております。バス待ちマスコットがいるので、とりあえず来てみました。まあ見えませんね。いるんだけどな、マスコット。早いって言うと、
遠見ですね。メイカブ、メイカブ誕生日だから。サワーを買いました。あと結局あのタコライス、なんでだろう、なんでだろう、やってくれよ。バイ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 あかっこいい。やっぱなんか黒ベースのバスが並んでるとめっちゃいいね。I'm not gonna do that!
いや、お疲れ様でした。もう死ぬ、しんど、久しぶりに超絶辛い。とりあえず焼肉に行きます。一枚持ちも普通にまっすぐついていったら武蔵中原の駅の方に行ってしまいまして、今これね、多分前もやらかしたような気がする。うわー最悪、これマジぼーっとしちゃいけないですね。これ前間違った道と全く同じなんだけど、逆にすごくない？そしてね、誰もおらんという。この後肉、鮭、お肉ですね。久しぶりに来たな。というわけでマイナス線に切り替えましょう。